今でもはっきり覚えてる。病院のベッドの上でママは言ったよ。悲しまないで。この試練によって私は何もかも全てを許されるのよ。だから悲しむことなんて何もないのよ。ママはそう言って私たちに笑ってみせた。あの時子供だった私はそんなママの気持ちがわからなかったから、不安が急に大きく襲ってきて、行かないで、置いていっちゃやだって泣いてぐずって大人たちを困らせちゃった。そしたらママも本当は行きたくないよ、ナユと離れるのは悲しいから。でもね、神様が呼んでるの。そう言ってママは目に涙をいっぱい溜めた。それでも私に微笑みかけてきたんだよ。彼女は立派だ、私の誇りだ。その病室を去った後の父の言葉が未だに耳から離れない。正午、うん、昔の伊坂に戻ってほしい。小さい時みたいに二人で楽しくやっていきたいよ。そこの君は午前くんでも午後くんでもなくって、正午くんよ、小読みったら。正午くん、どうしたの？しっかりして。貧血かな？熱射病かもしれないわ。
眉も煽らないようになさい。よし、みんな揃ってるな。と思ったら知らない男が一人。業務連絡、業務連絡。ただいま鳴海邸にて不審な人物を1名発見。20歳前後男性。今から捕獲に挑む。至急応援部隊を頼む。山下 2.5 号、翔吾君は不審者じゃないわよ。もうすぐ眉の彼になる人なの。に怪しげな人物が一名。よし、都を挟み撃ちにする。分かってるな。できれば生きたまま確保するんだ。イエスサー。不審な人物を1名発見。20歳前後男性。今から捕獲に挑む。至急応援部隊を頼む。ニヤコ、だから翔吾君はナユの将来の彼氏で不審者なんかじゃないよ。それはおめでとう。そうなの。めでたいめでたい。あー、業務連絡業務連絡。祝杯だ。鳴海邸に集合。難解な言葉だな。それは伝染するか。つまり未成年ウイルスの感染ケースには飛沫核があるのかな。おい翔吾、これから5メートル以上離れているように。息はするな。ごめんね翔吾、気を悪くしないで。多めに見てやってよ。根は気のいいやつよ。あのいびりには焼き餅が入ってるのよ。山下 2.5 号はナユのことお気に入りだったからね。え、そんなことないよ。翔吾くん、頑張ってね。
私たちは翔吾くんの味方だからね。何かあったら連絡ちょうだい。相談に乗るから。じゃあ翔吾、 DM の件お願いね。ありがとう。じゃあ翔吾、またね。バッハハーイ。なんだよ翔吾、入ってきていきなり。やむから棒だな。芸術って言ったか今お前。話が噛み合ってないのに勝手に進めるなよ。進めるな。へえ、翔吾の友達にそんな人がいるの。うん、あまり詳しくはないけどね。見るのは好きだよ。どれ見せて。できる情熱があって。え、あ、とんでもない。褒めたんだよ。無駄を楽しむっていう姿勢は知性の証明みたいなものだよね。俺はそう思うよ。何？何の話？芸術の話だってさ。例のトビーを倒した氷の美女だろ。え、そうだったんすか。はい、いますよ。芸術。
このハガキって展示開催の知らせだって。要するに芸術作品の発表会だ。する？この宣伝告知ハガキが何だというのだ。なぜ私がこのような通知を受ける必要があるのか。ない。皆目ない。このハガキをあなたにお返しする。なぜ強要する。そのように私の意思を決定する権限をあなたはいつどのような手続きを経て得たというのか。そしてそれにはいかほどの正当性がある。願いか。あなたはなぜそれほどまでに熱心なのだ。あなたはナユタのことが好きなのか。